竹内の龍馬さんがペロッペロリって言ってる。いやねえねえ、本当にさ、あのさ、龍くん急にさ、おっぱいとか送ってくるのやめてもらっていい？本当にチソンジュのおっぱいとか、まあ、マジでいいからねえ、乗っ取られてんのと思うよ、みんな多分。チソンジュのおっぱいに注目じゃないんだよ、タケちゃん。